パレーマルシセ神宮とは、愛知県名古屋市厚田区神宮三丁目にある名古屋鉄道神宮前駅に接続する駅ビル、及びそこで奥和が営業していた商業施設である。なお商業施設としての営業は2021年6月20日をもって終了し移転した。1983年、名鉄神宮前百貨店として建設された。その後、名鉄パレ百貨店神宮に、 名称変更された。その後2005年に営業主体が株式会社パレにオークアに九州合併に変更されることに伴い、名称もパレマルシェ神宮となった。1階から5階からなるショッピングビルで6階には名鉄カルチャースクールが併設されていた。名鉄は2018年3月26日に神宮前駅の東口にて、 商業施設や住宅を開発し、その後西口も開発を行うことを発表した。その後名鉄は2021年3月30日に、この新設される商業施設の名称をミュープラって神宮前とし、同年7月開業予定であること、またそれまでのパレマルシェもこちらに移転することを発表した。なお、旧店舗は解体の上や土地を開発する方針である。 パレマルシェ部分の運営会社であるオクワは、パレマルシェ神宮店を2021年6月20日をもって、閉店の上、一点開業を同年7月21日と発表した。なお店舗名も、パレマルシェ神宮店から、パレマルシェ神宮前店に変更されている。パレマルシェの店舗が6階建てであるのは、西春店と並び最大であった。厚田神宮参拝客の利便のため、 正月は、元日から営業していた。地上5階建ての建物。催し物、カフェ、婦人医療、美容室、雑貨神宮前駅連絡口、サービスカウンター、カフェ、婦人医療、靴、アクセサリー、ネイルサロン、ドラッグストア祭事場、ベビー休憩室、紳士医療、呉服、ギフト、婦人医療、メガネ、呉服、書籍眼科、歯科クリニック、飲食店、 100円均一、雑貨、ブティック、仏壇、ありがとうございます。